こんにちは、兼業主の兼です。今日は油淋鶏を作ります。厚めに衣をつけてザックザクに揚げた唐揚げとネギたっぷりの香味ダレは相性抜群。キャンプ場でも油の処理が楽になるよう少なめの油で揚げ焼きにします。意外と簡単に作れますのでぜひお試しください。それでは早速作ります。完成しました。甘酸っぱいソースの香りが食欲をそそります。それでは早速いただきます。このネギがたっぷり乗った部分をいただきます。うまっ。厚めにつけた衣がソースをしっかりしてね、めちゃくちゃ美味しいです。この香味ソースはドレッシング代わりに使いますので、ぜひね、野菜にもかけてください。香味ソースをかけたナスもいただきます。うん、美味しい。油で揚げたナスはとろっとしててね、本当に美味しいです。しかもこのソースね、めちゃくちゃ合うので本当にね、おすすめです。レタスとトマトもいただきます。うん、これも美味しい。香味ソースは中華ドレッシングのような感じなので、生の野菜ともね、本当によく合います。ちなみに今回は撮影ということもあって、大皿に乗った唐揚げに香味ソースをかけました。ただ普段であれば鶏だれに取り分けてから香味ソースをかけます。その方が唐揚げのザクザク感を楽しむのでおすすめです。本当に美味しくてご飯もビールも進む一品ですので、作っていただけると嬉しいです。レシピはいつも通り下の概要欄にまとめてあります。ぜひチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介します。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回。バイバイ。